ですね、80年代のねロックとか音楽とかっていうと、ちょうどね今やってるみたいな、博多発の明太ロックに結構影響を受けてね、バンドを始めて、まあ、途中から違う方行っちゃったんですけど、ね分かってる人は分かってるね。ですね、これで、その80年代のね音楽の中でも、明太ロックと呼ばれるカテゴリーには入らないんですけれども、俺の中で非常に重要なバンドが一ついます。